強くなりたくば、くらえ。どうも皆さん、はじめまして、グラップラーラバーズと申します。このチャンネルは、私が、このバキ、シリーズがもう好きで好きで仕方なくて、そのバキの話をするためだけに作ったチャンネルです。なので、本編のネタバレかなりあります。読んだことない人とかは、ぜひ一度見てからね、このチャンネル見てくれればと思います。まあもちろん、私が話していく中で、久々にバキを思い出したりとか、途中でね、読むのやめちゃってる人とかね、ぜひ最後まで読んでいただければと思います。そのきっかけになればいいなと思っております。では、早速、今日、1回目ね、初回ということなんでね、何をしていくかというとね、大まかな、このバキのストーリーっていうのをお話ししていきたいと思います。まあこれ見ていただくとも分かるんですけど、実はバキね、140巻ぐらいあるんですよ。シリーズで言うと。なので、まあ、大きくこれって何の話なのっていうことなんですけど、主人公は少年ハンマバキという少年なんですけど、この少年ハンマバキが地上最強を目指すっていうのがこの話の元になってるんですね。そしてその地上最強を目指す上で様々な強敵が出てくるんですよ。そして本人の成長もあるわけですよ。そしてまたその強敵同士との戦いや、その強敵のまた成長とかもすんげー楽しい漫画なんですよ。でこれも1991年から連載してる漫画なんで、約もう30年ね、30周年になるのかなの漫画で、さらにシリーズ累計8000万部、これもう大人気の格闘技漫画なんですね。でこのグラップラバキなんですけど、まあこのシリーズごとにちょっとね、今日は大まかな内容だけお話ししていきたいと思います。さすがに全部細かく話すとね、とんでもないぐらい時間かかるんでね、そういうのはもうおいおいね、分けてやっていこうと思います。ということで、まあ、一発目、このグラップラーバキ、最初のシリーズになります。このシリーズもですね、およそ3つのシリーズに分かれてまして、まあ、1つ目が、地下闘技場編というものになります。地下闘技場編はですね、主にはこのバキの世界観、どういう世界なの？どういう価値観があるの？とか、まあ、主人公の少年がどういう生活を送ってるの？っていうことが主に書かれてるんですけど、これ物語の基本の舞台となるのが、東京ドームの地下にある、秘密の闘技場なんですよ。約束を守れると秘密を守れるゲストしか来れないような、口の固いやつしか来れないような特別な闘技場なんですけど、この闘技場で何が行われるか、一種格闘技戦なんですよ。ね、よく一種格闘技戦とかになると、なんか似たような種目の人とかだったりとかはあるんですけど、これちなみに、漫画で一番最初に書かれてた一種格闘技は何かっていうと、現役の横綱対トッププロレスラーみたいな。やばくないですか、そんなの。ね、もちろんほら、相撲を引退した後にプロレスとか格闘技行く人いますけど、現役で戦うっていうのが見れる。しかも、その上で、この地下闘技場のルールがやばいんですよ。何がやばい？基本ルールは、まあ、1対1で戦うってことはまず基本なんですけど、その上で、武器以外の使用は全て OK なんですよ。いいですか？金敵を撃ったりとか、目潰したりとか、ね、肘入れたりとか踏みつけしたりとか全部 OK なんですよ。こんな格闘技ないっすよ普通で。そんなもう本当にガチでただ強いだけを求める、その秘密の格闘技場で繰り広げられる、闘技場で繰り広げられる物語だと思ってください。この主人公のバキっていうのは実はこの地下闘技場のチャンピオンなんですね。なんで彼に最初はね、このシーズンで挑戦していく人たちがいっぱい出てくるんですよ。例えばまあもう本当中身はまた詳しくね、どっかで話したい、まあ、別の回で話したいと思うんですけども、斬撃空手のしのぎ交渉、そして、巨人マウント飛ばと、マッスルドクターというかね、ムキムキのドクターのドクターですよ、しのぎクレアと、この3人とね、バキはそれぞれ戦っていくんですけどね、まあね、そのバキの強さとか、もうびっくりする技とかがいっぱい出てくるんですね。まあ、この話はまたね、おいおい別の回でしていきたいと思います。この地下闘技場編の中でも一番熱い戦いがあるんですよ。バキが戦うだけじゃないんですよ。武神、オロチ、ドッポ、対、地上最強の生物、皆さんお待たせいたしました。ハンマー裕次郎とのバトルが繰り広げられるんですね。いやー、もう、日本の空手の頂点と言われる男対、地上最強の生物のバトル。ね、これもうね、ワクワクが止まりません。そういうのがまず書かれてるのが地下闘技場編です。まあこれパッと終わりますけども、でこの後次入るのが幼年期編と言われるものになります。この幼年期編は、まあ、バキのシリーズの中でも実はそのバキの行動するためのその意思というか、その原因となったことっていうのが結構ここでいっぱい描かれてくるんですね。ということで、まあお話ししていきたいと思います。まあ
バキのまず生い立ちなんですけど、バキってどんなところの子供なのって言って思うんですけど、まあ最初ね、幼年期で登場した時はもう赤い髪でもうチンチクリンで、で生意気な、もうでもムキムキなクソガキみたいな、そんな感じなんですけど、実はバキってお金持ちの息子なんですよ。正しく言うとお母さんが、これ母明澤恵美という人なんですけど、明澤グループという財閥みたいな人のトップなんですよ。だそれの御曹司なんですよ、バキって。明澤グループの力を使い、まあ、母親の財力を使って、実は子供の頃から格闘技というか、まあ、強くなることの英才教育を受け続けるんですね。普通英才教育って言ったらピアノとか英会話とかっていうのもありますし、まあまあ習い事とかもいっぱいしてみたいな、その習い事が全部あのボクシング、空手とか柔道とか、なんかそういうものばかり、そして身体トレーニングみたいな、そういう風な英才教育を受けてきた子供なんですね。そんな感じで育ってきた子供で、まあ反抗期バリバリですよ、赤髪ですよ、バリバリ赤髪でもうちっちゃいのからつってるんですよ。でそれで目立つんですよ、イコールで目立って強いってなるとどうなると思います？俺バキね、不良100人と戦うんですよ。不良100人対1対100です。でまあこれはね、あの途中でまたあの話出てきますけど、100人戦って、そんなことしてるとね、やっぱね、より上の人にね目つけられるんですよ。で誰に目つけられる？不良の上ね、暴走族かな、うん、もっと上、そうヤクザに目をつけられるんですね。ここで目つけられて出てくるヤクザが、皆さんこちらもお待たせいたしましたね、花山薫でございますよ。